もちろん市場の環境が悪かったとか戦争があったからとかコロナがあったからとかいろんなことは言い訳の材料として使えるかもしれませんけどもやっぱりそれは言い訳だろうと反省すべき点はです、ね、我々がもう少ししっかりと厳選してちゃんとした投資を行っていればこれほどの痛手は負わなかったと。 武田軍と戦って完全に負けて命からがらに逃げてきたとその時の状況を反省して彼は自分のこの惨めな姿をですね覚えておきたいと反省したいということでこの絵を描かせたと。 とととといいううここでで書かせたということであります全四半期そして今回の四半期連続して3兆円近い赤字を出しましたと合計6兆円もの赤字をこの6ヶ月間で出したとこのことをですねしっかりと反省し戒めとして覚えておきたいと今期この四半期でですね3兆円の赤字であります。 前の四半期で二兆円の赤字ですから、合計で先ほど六兆円と言いましたが合計で五兆円の赤字ですね。その前の年に六五兆円の利益を出しておりましたから、その利益に相当する部分、それをすべて吐き出したという形になります。大きな利益を出したときにはですね、やや負頂点になる。 自分があったなということを今となればですね。大変恥ずかしく反省しておるという状況であります。赤字の要因は大きく分けて二つです。一つは世界的な株安。もう一つは急速な円安であったということであります。あの冬がですね。どのくらい続くのかというのはわかりません。 えー、もしかしたら3か月かもしれませんし3年かもしれないと、えー、ウクライナロシアの状況がいつ平和になるのか、えー、最近、えー、台湾、えー、中国の状況が、えー、大変、えー、きな臭い状況といいますかね、えー、心配しなきゃいけないような状況に。 危機感が高ままっておりますコロナもまだ完全に収まっていないという状況ですねそういうような状況に合わせてインフレが世界中で続いてますこのインフレが続くということはインフレを抑えるためには金利が世界中に中央銀行がですね上げなきゃいけないという動きが続いてます。 そのような状況では株式市場というのは一般的にですね、えー、大きく売り込まれるという形になります、まあ、それが我々にとってはまさに冬の時代だと投資を行っていく立場の我々にとっては冬の時代だということになります、まあ、残念ながらですね、えー、泣く泣くではありますけれども、まあ、大幅にビジョンファンドの人員も 減らさざるを得ないと、コストダウンしなきゃいけないと。またビジョンファンド以外もですね、我々は全社、えー、的にですね、えー、創業以来最大の赤字が、えー、この六ヶ月間続いているわけですから、全社的にあらゆるコストダウン、請、え、求、ー、のないコストダウンを図らなければならないと、こういうふうに考えています。えー、責任は感じておりますけれども、経営に対する意欲は。 ますます高まっているということでありまして、えー、志ビジョンについても一切変わっていないというのが実態であります。